ヘルムート・マウハーヘルムート・マウハーは世界最大の食品・飲料メーカー、ネスレの名誉会長。1927年12月9日、ドイツ・アイゼンハーツ生まれ。19歳の時、ネスレがマウハーと父と共に働いていた、アルゴイ・西アイゼンハーツの生乳会社を買収。A レベル終了後、同社にて企業研修を受ける。 その後、研修先をフランクフルトにあるネスルに変え、企業研修の傍ら大学延期、ビジネス、商業科でマスターを取得。1964年から1980年の間、ドイツネスレにて様々な管理職に就く。1975年にはドイツのネスレグループのトップとなる。1980年10月初め、スイス本社にて、 ネスレ社全体の CEO となり、取締役会のメンバーとなる。1981年の11月社外、取締役会の代表となる。この間、彼は、ネスレ社を26万人を雇用する、世界最大の食品会社に育て上げた。1997年に、本社 CEO を引退したが、その後も2000年まで、社外取締役会会長の座に就いた。そして、 会長引退時には名誉会長の名を与えられる。外国人として初めてスイスの大企業にてこれほど重要な役職と名誉を与えられたのはマウハーが初めてである。在任中は経済史フォーチュンのベストマネージャーに選ばれるなど躍進を続ける多国籍企業のリーダーとして世界に注目された。現在はネスレ本社の名誉会長を務める。また、 ヨーロッパの財界トップで構成するヨーロッパ経済フォーラムの座長、スイスのビジネススクール IMD の評議員、世界商工会議所会頭などを務めたドイツフランクフルト在住、ありがとうございます。